台南市ペイメン区には台湾で最大規模といわれる廟、台天府があります。1662年に建設されました。広大な駐車場には観光バスが何台も並び、国内外から多くの人が押し寄せます。定期的に祭りが開かれており、台湾独特の文化を垣間見ることができます。日本で見る寺や神社とは違った雰囲気で、日本人観光客にも人気の場所です。道教の儀式である開光です。台天府一帯の名物といえば、お酒に漬け込んだ巻貝です。唐辛子やニンニクで味付けされ、ピリ辛。台湾ではポピュラーな酒のつまみで、台湾の屋台でもよく見かけます。訪れる観光客は毎年延べ400万人以上と言われています。